皆様こんにちは。本日もサタデー、子供たちもしっかりスケールもちゃんと弾けるようになりました。この時期は無理をしないで少しずつできることをやってみることで、ちゃんと子供たちもちゃんと二丁調の曲も弾けるようになっております。偉いぞ、この子は偉いぞ。ちゃんとピアノが好きになるように先生も楽しく学んでおります。なるべく手指を痛めないようにカッターナイフやハサミは教室に置かないようにしておりますが、子どもたちは切り紙や絵が大好きです。なるべく嫌いにならないように先生も楽しく学んでおります。本日も NHK のど自慢始まり始まり。本日も晴天なり。子供たちもちゃんと二丁調の曲も弾けるようになっております。スケールもゆっくり練習すればちゃんと弾けるじゃありませんか。一度に多くのことを求めずに一曲二曲丁寧に弾く習慣も良い子の皆さんもちゃんとできるようになっております。この暑い時期でございます。決して無理をさせないで。できた、すごいな、偉いぞ、この子は偉いぞ。ちゃんと褒めております。それでは後ほど。